国連が韓国に警告、北朝鮮に石油を支援で。先日、国連安保理が対北朝鮮制裁委員会の専門家パネルの報告書を公表しました。この中で、韓国政府が北朝鮮に石油製品を持ち込んだ事実について、制裁犯の恐れがあるという趣旨の記載があることが明らかになりました。 韓国政府は北朝鮮に石油製品を持ち込んだ事実について事前に国連アンポリに申告を行っておらず国連は報告書の中で国連の加盟国に北朝鮮への石油製品の移転報告義務を課すことを定めた国連アンポリ決議2397号に言及し加盟国は 石油製品の北朝鮮移転をすべて委員会に報告しなければいけない。これは所有ではなく、領土が基準となり、臨時移転か永久移転か、移転後には誰の統制下に入るかは関係ない。これらの具体的項目に注目していると主張しております。さらに、報告書には、昨年8月に連絡事務所の設置のため、 北朝鮮に入った韓国側が石油製品を持ち込んだとの報道について、韓国政府に書簡を送った。韓国政府から事業の過程で韓国の人材が石油製品を独占的に使用した。北朝鮮にはいかなる経済的価値の移転も行われなかったことを保証するとの説明があった。 2018年1月から11月の間に北朝鮮に持ち出された30 33万8 7 3 7ラムの石油製品のうち4 0 3 9ムが回収されたと記述されているんですけどもこちら国連決議2397号によればこの北朝鮮への石油支援は 領土が基準となっているため、韓国政府の言い訳は無効であると明らかになりました。今回の国連の報告書、韓国政府に対する警告となっているんですが、今後も韓国政府が国連制裁に違反し、北朝鮮を支援し続けると思われますので、国連には関係各国と連携し、 しっかりと韓国政府を監視していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました